では行きましょうか。はいはい。あ、行ってきまーす。行ってきます。ほんまに久しぶりやな、俺。今日のツーリングは林道ツーリングです。ちょっと行きまーす。この道が一応できてるようですけど、まだ開通には時間かかりそうですね。時間かからんのか、もうすぐ開通か。舗装したら終わりみたいな感じだね。うん。今赤松をツーリング中です。赤松って。南町？そうやね。昔の行き場所、そうやね。うん。いいなぁ。今日はね、この GoPro、今日はというか、この前から PL フィルターをつけてるんですよ。この、なんちゅう、太陽に照らされたこの葉っぱ。とかがキラキラ白に光らんの違うかなという、ローソンでパンとかまあちょっと食べるもんとコーヒーを買いました。私のこれがですね、クロスカブと CRF250 ラリー、これいいですね。これ一時期 これ本気でもうちょっとまで買おうかなと思ってたんですけど、これはい、ほいで体がこうあったかくなってきたけど余計気持ちええね。今日こそこの PL フィルターが威力を発揮するんちゃうかな。谷川の水はごっつい綺麗し、山は綺麗し、やっぱこれからはツーリングのいい季節になるな、これ。ちょっとこう休憩というか兼ねて、おお、インスタ360 1R かな、これ。うん、 1R の棒がめちゃくちゃ伸びてます。すごいことになってます。ここって全部ダート？ほとんどダートだったような気がしますね。ちょっとなんかここで入れとこうかな。こんなんでしょう、うん、行ったらすぐのとこからもうダートで、最初で僕こけそうになりました。スタートギョエーとか言って。大谷山霧越さん行きます。あ、こんな解説全部一緒か。マイク繋いでないね今日。さて、これってずっと尾根やな。なんとも言えませんが。はい、まずスタートです。もう即ダートになります。
久しぶりやな、ダート走るの。何？何の音？今何だったん？知らん。シューって言うたな。ガサーや言うたぞ。ちょっと。あれ？これチェーン外れたんじゃん、もしかして。あかん、こんなんのわしあれ持ってない。ピンチちゃん、何やったん？チェーン外れたかもわからん。そう、ちょっと待って、ほな単車乗っていこうか。今歩っきょんよ。あえ、見えんな。ちょっと待って、引っ返して単車乗っていくわ。はい。チェーンが外れておりまして、今入れました。今からこごっついこう緩んでるので、今からちょっと日和様で帰ってこうちょっと直すようにするということで、今んとこ再度来たいんですけど、なかなかそうなるかどうか分かりません。これほんまね、あの先輩と一緒に来てるんですけど、いなかったらはい、どえらいことになるとこでした。はい、まあこうなっとったらできるわね、すぐ。おお、チェーンの緩み治りました。もうよかった。これ一人だったら当然できてなかったな。もみじ川温泉のところでお昼休憩をしました。ここは工事中で20分ほど、ちょっとこう千引きの岩です。今から三杉峠の方に登っていきます。ここ自体が綺麗なとこですよね。あそこからな、あの桜のとこからあっちの岩を取ったらな、うん、なんか岩がちょっとこう陽気あって、ちびきの岩っぽうに見えるんだ。今、ヘカは内山線に入りました。なんか網の目のようにあるんじゃないやろ。
ここでな、少しここで休憩をするということで、ここを休憩地とする、キャンプ地とするじゃないんですけどね、ちょっと綺麗な景色が見えそうなところがあるというふうに言ってみます。お、すごいわ。よいしょ、これまたすごいとこ行きましたよ。おお、非常に見晴らしがいいです。これあっち何になるの？いやー、私に聞かれても、ここまでが陛下は内山線で、今から陛下は馬路線の方に入っていきます。おお、コンクリートですか。これが、これなかなか大変ですよこれ。あ、ここがそう、なんか見晴らしようになってきた。はい、あの広いところがね、その頂上です。頂上。 おごっつい、これどうしたん、ほかほかじゃ。はいはい、ここな。あ、書いてある書いてある、看板ちょっととこか。峠までやってきました。まだこっちに何か作るつもりでおるんかな。これが田塚用意線ですね。まあ終点って書いてありますけど、ここからまあこっちから見たらスタートなんですけど、これね、あ、今この青いんがあるでしょ、こんな感じだったんですよ、全体が。この時はね、これ風吹いたんやね、結構、これ2、3日前、ちょっと前ごっつい風吹いて雨降った時あったでしょ、あの時だと思います。あの時風強かったですよ。あ、そうやね、そうそうそう、立川相生線のここが起点です。ざっと言いかけたから、もう谷が、あ、すぐそこやね。すぐそこです。はい、これっちゃ上田どこ行くんね。これは行ったことないです。ただの作業道なのか。と勝手に思ってね、それ行ったことはないんやけどね。ここからね、あの左行ったらね、すぐね、もうちょっと行ったところでね、あの川と離れるんよ。で、この前の山をスーッと登っていくわ。ちょっとあそこで休憩してもええ？はいはい、俺もう、もう3時やし、ちょうどいい感じかなと思ってね、今から帰ったら、時間的に。次のとこ行くのはちょっとこう。あの、ステゴザウルスの写真を、ちょっと、携帯のカメラで。いろんな恐竜がおります。なんか車代行あかん、あかんわ、引っ張りましょうか、うん、ちょっと待ってよ、行きます。もうちょっと気が、もうあと1秒早かったな、行きます行きます。もう行けるんですか？どう
こでカウするんだろうか。今日の林道ツーリング、終わりました。もう予定とは違ってチェーンが外れたりしたもんですから本当にね、自分と一緒にバイクで走ってくれた先輩に助けられましたが、それでもともと予定していた林道じゃない林道3本、平川内山線、それから平川馬路線、そして、田塚は弥生線の3本を通って帰ってきました。まあ本当に、ツーリングとしては楽しいところでトラブルも大事に至らなかったんで良、かったですが、やっぱりチェーンはもうちょっとこう確認しとかないかんね、そんな風に思いました。それでは今日のツーリングはこれで、またの機会に会いたいと思います。それでは失礼します。